まずは観音寺方面を調査するべきかと。江南全域を巻き込んだお家騒動、いわゆる観音寺騒動ですが、あの騒動で家臣たちが主君である六角聖帝様に対し不信感を持っちゃったみたいですからね。大名にとって家臣とは何でも言うことを聞く手下ではなく、共に栄えるために手を携える相棒のようなもの。家中に不信感が渦巻いてしまった以上、もはや取り返しはつかないでしょうね。でもそういう勢力だからこそ、信頼でつながっている織田家が一丸となって戦えば絶対に勝てるってことですよね。まずは地理でしょう。次に拠点の配置と道、最後に城内の様子でしょうが、さすがにそこまでは無理ですね。そういう危ないことをするのやめてください。あはは、まあ忍び込むのは無理としても、観音寺城周辺の村々で聞き込みすれば物資の備蓄量ぐらいはつかめると思いますよ。そうですね。鬼とは一体何者なのでしょうか。そしてもしかすると鬼の多くが元は人かもしれないということ。しかしその場合は別の疑問が生じます。鬼のすべては人なのか、それとも生まれながらの鬼がいて、その鬼も人を鬼にしているのか。それがわからなければ手の打ちようがない。いや、手を打ったことが逆効果になることだってある。鬼のすべてが人であるならば、人を鬼に変えている術師なり大元を排除すれば鬼になる者もいなくなる。そうすればこの日の本からはやがて鬼はいなくなるでしょう。ですがもしそれが勘違いだったとしたら、私たちが間違った道を進んでいる間に鬼は際限なく増えていくでしょう。逆もしかりですね。そうですね、せんないことを言ってしまいました。はい。お頭、この辺りの地図書き込みが終わりましたよ。
今日中に観音寺の城下町まで行く予定でしたが、これ以上進むのは無理そうですね。どうしましょうか。このぐらい小さな村じゃ常設の宿はありませんね。でもどこかに言えば一晩ぐらいは泊めてくれると思いますよ。ああ、なら私が探してきます。任せてください。警戒されてるね。武士のいでたちの者が5人、そのうち1人は偉人の風体をしているのです。警戒されるのは当然でしょう。Thank you.
かしら。手際がいいですね。それにしても、まずは女性から垂らすとは。でも、あの金平糖ってクオン様から貸しされたものですよね。あげちゃってよかったんですか？健介殿らしいと言えばよいのでしょうか。お付き合いはまだそれほど長くはありませんが、爽やかなお心根をお持ちですね。いいよ、弓の扱いには気をつけてよ。それ一つしかないんだから。わかってるよ。けど矢があまりないからちょっと心もとないね。村長さんが昔使っていたって代物だからね。弓があるだけありがたいって思っておかないと。そうだね。けど私が持ってていいのかな。オロちゃんが持ってた方が役に立つと思うんだけど。私はいざとなったら刀を抜いて前に出ないといけないからね。それともヒヨが前に出る？無理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 、そんなの絶対に無理だよ。ミノに戻ったら刀の特訓しないとね。刀も槍も苦手なんだよね。ああ、武士って大変だよ。だからこそお給金を弾んでもらえるんだよ。生活のために頑張ろう、ヒヨ。うん、お母たちのためにも頑張らないとね。鬼が大和歌を読んでいた。大和歌を読む？鬼が？想像できませんね。歌はどのような内容だったのでしょう。なるほど。しかしながら少し鬼の正体が見えてきましたね。え、しのちゃん、もう何か分かったの？分かったというわけではありませんが、大和歌を口ずさむという文化的な行動をとる鬼はただのけだものではないと考えられませんか？
鬼はやはり。そうですね、ダメですね。私、気ばかりが焦ってしまって。了解です。鬼があんなにも。月明かりに照らし出された鬼の目って赤くキラついていて不気味ですね。あの鬼たちは一体どこに向かっているのでしょう。ここから東南ですから、おそらく伊勢方面に向かってるんじゃないでしょうか。厄介なのですか。見過ごすのですか。あの、ならば明日、あの鬼たちがいる山の中を探索してみませんか。本気ですか。鬼の群れの規模や目的を調べなければ対処のしようがありません。
いかがですか？山に入ってからずっとうつむいてますけど、お腹でも痛いんですか？これは落ち葉が剥がれ黒土がむき出しになっていますね。それにところどころえぐったような穴がある。なるほど、ならばこの近辺に鬼がいるということでしょうか。私がついておきます。お頭、気をつけて。はい。この命預けますよ、コロ。任せといて、シノちゃん。おかしいですね。聞こえてくる鬼の声がです。どこか弱々しいような、まるで悲鳴にも似た声に聞こえたのですが。これは推測でしかありませんが、もしかすると鬼は何者かに襲われ命を落としそうなのか、それとも殺されたのかもしれません。はい、信じがたいことですが。隊は一心同体。
お頭一人だけを七に飛び込ませるなんて、武士としても部下としても女としてもできるはずがありません。だからみんなで一緒じゃないとダメです。コロちゃんの言う通りですよ、お頭。一人より二人、二人よりみんなです。そりゃあ私たちは腕っぷしが強いってわけじゃないですけど、知恵と勇気なら誰にも負けませんから。それに鬼がただの獣ではないのなら、私の策も通じるかもしれません。行きましょう、健介様。健介殿、皆の心意気を受け止めるのも大将の立派なお役目ですよ。ご決断を。任せてください、お頭。私たちだってやるときはやるんですから。行きましょう、健介様。了解してます。コロさん、ヒヨさん、シノさんのことを頼みます。わかりました。周辺を確認したらすぐに後を追います。お頭、エリカさん、コブーンを。はい。わかりました。ご武運を。